秋秀学園日立高等学校は、茨城県日立市心峰町3丁目にある、私立高等学校。全日制課程と通信制課程を有する。特進 ST コースは2008年、他の3コースは2007年に新設。平成23年度は、早稲田大学1名、明治大学4名、青山学院大学4名など、南関私立大学への合格者を輩出した。 一方、地元の茨城大学をはじめ筑波大学、千葉大学、首都大学東京などにも合格者を出している。また、平成24年度には、本校発の医学部合格者として、福島県立医科大学の医学部医学科への合格者を出した。日立市内の本校のほか、高萩市、水戸市、筑西市、栃木県宇都宮市にキャンパスがあり、ひたちなか市、水戸市、 つくば市にはサポート校もある。全日制過程への転籍も可能である。女子バスケットボール部がウィンターカップ等に出場している。また、サッカー部もインターハイ出場を遂げている。野球部が2018年の第90回記念選抜高等学校野球大会に初出場を果たし、3回戦まで進出した。明るく、清く、凛々しく。ありがとうございます。